量子力学入門ということで、理論物理学者の澤山慎太郎が話そうと思っています。で、まずプロフィールですが、1978年、静岡県生まれで、2001年に慶應義塾大学理工学部物理学科卒で、2007年に東京工業大学、理工学研究科基礎物理学専攻卒で、で、理学の博士を持ってます。専門は相対論ですが、まあ、量子力学も、まあ、普通に詳しいです。で、目次ですが、まずはじめにシュレディンガー方程式の説明をして、次に量子力学の概念の説明をして、次にハイゼンベルグ表示の説明して、次にブラとケットの説明をして、次に正規直行規定と重ね合わせの原理の説明をして、次に完備性の説明をして、次に演算子の説明をして、最後に、まあ、応用として調和振動子の説明をします。まあ、水素原子の、シュレディンガー方程式の解とかは、ちょっと数学的にめんどくさくなるので、書かないことにしました。で、量子力学の概念ですが、まあ、量子というものは、微粒子なんですけども、波動性と粒子性を持つ。まあ、例えば電子とかですよね。電子とか、光子とか、陽子とかですけれども、そういうのを量子として扱います。それらは、波動性と粒子性を持つわけです。点として振る舞ったり、波として振る舞ったりします。で、シュレディンガー方程式、量子力学では主に波動性だけを扱っています。粒子の波動性は干渉実験から分かっています。で、もちろん点として扱うのを考えている人もいて、なぜ点としてなるのか、それは波速の収縮などと言われています。で、波動関数の2乗が粒子のいる確率を表しています。これは後で言います。あと、これもあるんですけど、確定性原理というのがあって、位置と運動量は2つとも正確には測れないわけです。どちらかを正確に測ろうとすると、もう片方は正確に測れなくなる。これは時間とエネルギーのにも言えます。それで、ハイゼンベルク表示ですけれども、シュレディンガー方程式からわかるように、これ、後でオペレーターの話するんですけども、このオペレーターの時間発展は、このような交換関係になっています。まあ、ここで交換関係がこのようになっています。で、このハイゼンベルクの方程式は、まあ、解析力学のポアソン方程式に類似していて、まあ、解析力学と量子力学を結ぶものである。まあ、完全に結んではないんですけども、まあ、ちょっと関連付けているものです。で、O ハットなどのハットが付いているものは、オペレーター、演算子であって、演算子については、後で話します。で、ブラとケットの説明なんですけども、まあ、波動関数の表し方のことなんですけども、表し方でありますけれども、ブラベクトルとケットベクトルを使います。シュレディンガー方程式は、そのケットベクトルを使って、このように書くことができます。このように書き直すことができます。で、TX とかいうブラベクトルを使えば、このような関係があります。で、P のケットベクブラベクトルを使えば、このようになってます。で、ブラとケットが逆になったものは複素協約になっています。ブラは表現であって、技術の表現定理から波動関数は1に書くことができるということが分かっています。また、アスタリスクは、複素協約を意味します。で、正規直行規定と重ね合わせの原理ですが、波動関数は正規直行規定を使って、次のように書けるということですね。このように書けます。ここで、Psi i, Psi j の、これはデルタ ij になって、これ、デルタ ij はクロネッカーのデルタで、i が i イコール j の時に1で、それ以外は0です。で、この Psi i それぞれがシュレディンガー方程式の解になっています。シュレディンガー方程式の解の足し算が、また解になっているのを重ね合わせの原理と言います。まあ、これは、正規直行規定の書き方はちょっと違うんですけども、一つの
解があって、もう一つの解があって、その二つの足し算が、またシュレディング方程式の解になっていることを重ね合わせの原理と言います。それで、次に完備性の説明ですが、波動関数には完備性があります。つまり、まあ、これですよね。これです。これはバナハ空間の完備性、まあ、点列の収束と同じことです。で、また、これと同じことですが、X のブラケットベクトルについても、P のブラケットベクトルについても完備性を持っています。まあ、これから、この、内積のようなものを、このように書くことができて、積分で書くことができて、これが1になってます。まあ、1になるのは全確率が1のためです。ちなみに、これが1じゃない場合、1じゃない場合だったら、このように、波動関数を書き換えて、確率が、全確率が1になるようにします。これを規格化と言います。で、次に演算子の説明ですが、例えば、X という演算子をかけたら、X が出るとか、P という演算子をかけたら、I の I かける DDX の微分が出るとか、そのような演算子になっています。で、これ交換関係なんですけども、この交換関係が I になっています。で、演算子の、交換関係の逆はマイナスになっています。で、一般に演算子は、X ハット、P ハットと、X と P の演算子の関数で書くことができます。で、例えば H はこのように書くことができます。で、H ハットのことをハミルトニアンと言います。エネルギーを表す量です。演算子の期待値は、まあ、このように書くことができます。で、演算子は物理量に対応しています。まあ、物理量に対応してない場合もあるんですけれども、まあ、物理学では物理量に対応してないものはあまり考えられません。そして、調和振動子の説明をしますが、調和振動子ではハミルトニアンがこのように P と Q で表せるようにします。で、ここで Q はさっきの X に対応するような量ですけれども、P はさっきの運動量に H バーかけた量でして、で、それで、消滅演算子と生成演算子を次のように定義します。これ A ハットだが、このように定義します。また、N ハットを A ハットだが A ハットとすると、ハミルトニアンはこのように書くことができます。これが調和振動子であって、普通の古典力学ではバネ振動に対応している、ハミルトニアンです。で、生成消滅演算子という、これ、後で、次のページで分かると思います。で、この個数演算子も、次のページで分かると思います。で、とりあえず、調和振動子2ですが、交換関係で、A ハットと A ハットダガーの交換関係は1になって、N ハットと A ハットはマイナス A ハットになって、N ハットと A ハットダガーは A ハットダガーになっています。また、A ハットだが、A ハット0が0ということをすると、N の N ベクトル、N ケットベクトルを、まあ、このように定義すると、まあ、この N ハットかけたものが N が出るようになります。で、A ハットかけると、N-1 のルート N の N-1 に1段階落ちてます。で、A ハットダガーをかけると、の演算子をかけると、ルート N プラス1の N プラス1になってて、これによって消滅と生成が起こっていることがわかります。で、また NN によって個数がわかるようになっています。まあ、そしてさらに N と M は、クロネッカーのデルタになってて、N のベクトルは正規直行規定になっています。まあ、むしろそのように N のケットベクトルを定義しました。まあ、このような関係がなるよ、このような関係になるように、このようにしました。で、生成消
生成消滅演算子により粒子の生成や消滅が行われることがわかるわけです。で、これは第二量子化で必要になってなります。ただし、まあ、ボソンとフェルミオンの違いがあります。では終わりです。